有楽町糸市屋は、東京都千代田区有楽町2丁目の有楽町駅、前に所在するマルイを各店舗とする、オフィススペースを兼ね備えた、複合商業施設である。糸市屋の由来は、糸市屋。有楽町糸市屋は、有楽町駅前第一地区第一種市街地、再開発事業の一環として建設された。事業は長い間休止状態となっていたが、地元の意向などを反映した上で、2002年から再開発組合による計画が再開され、発掘作業を経て2005年に着工、2007年10月12日に開業に至った。施工は戸田建設が担当。ビル区画の多くは地権者の一つである東京交通会館が、駐車場についてはパーク24が所有し、共有区画の運営は権利者組合有楽町駅前開発へ委託している。江戸時代には南町奉行所が置かれた場所にあり、着工前に埋蔵文化財の発掘調査が実施され、遺物や遺構が発見された。商業テナントは周辺のプランタン、銀座や有楽町西部は30歳代以上の女性をターゲットとしているのに対して、マルイの出店により20歳代の男女をターゲットとしたことで客層の住み分けがある程度できているほか、有楽町と周辺の銀座、日比谷地区において若年者層の引き寄せにも寄与している。地上21階建ての高層棟と地上5階建ての低層棟が地下4階でつながる。有楽町糸市屋は有楽町マルイを中核店舗とする。地下1階の糸市屋フードアベニューにはクリスピークリームドーナツ有楽町糸市屋店をはじめとする飲食店が入居している。11階以上はオフィススペースとなっている。別棟の糸市屋プラザには東京タートル経営のミニシアター系映画館、ヒューマントラストシネマ有楽町が入居している。徒歩3分のところのマロニエゲートはほぼ同時期にオープンしている。ありがとうございます。